サンタクラリタのバレンシア地区を通るお通り、遠くに見える橋は、歩道と車道を分離するためのパセオ・サンタクラリタは、アメリカ合衆国カリフォルニア州南部ロサンゼルス郡の都市である。カリフォルニア州財務省によれば、2010年国勢調査で、の人口は176,320人であり、2000年より16.7%成長して、郡内では4番目。 州内では26番目に大きな都市になっている。サンタクラリタバレーの未編入領域を含めると、域内人口は27万5000人を超えると推計されている。ロサンゼルス市中心外から約35マイル。北西にあり、サンタクラリタバレーの大半を占めている。アメリカ合衆国における、周辺都市あるいは、ブーム郊外都市の代表例である。連邦捜査局。 雑誌、マネーの2006年版では、アメリカの住みたい都市百欠の18位に位置づけた。サンタクラリタは、1987年に、キャニオンカントリー、ニューホール、ソーガス及び、バレンシアなどいくつかの地域社会が合併することで、姿勢を敷いた。これら地域社会はすべて以前のランチョサンフランシスコの土地である。主要な市社会は、 ゴールデンステートフリーウェイとアンテロープバレーフリーウェイであり、市の南端にあるニューホール峠でこの2本の道路が交わるところは、地図の上で特徴ある三角形を作っている。サンタクラリタンの最も著名な呼び物は、地域のすぐ外側、ロサンゼルス郡の未編入領域にある、シックスフラッグマジックマウンテンアミューズメントパーク、及びバレンシアにあるカリフォルニア芸術大学である。 サンタクラリタは1987年に姿勢を敷いたばかりの都市であるが、その歴史は、西暦450年に、タタビアム族インディアンが到着した時まで遡ることができる。タタビアム族の前世紀には、人口約2000人に達していた。1842年、サクラメント地域で金の発見が報道された時よりも6年、前、フランシスコ・ロペスが、 カリフォルニアで最初の記録に残る金を発見していた。この金が発見されたのはプラスリタキャニオンであり、そこは後にハリウッドの当初撮影場所として使われた。ニューホールの地域社会はカリフォルニアゴールドラッシュの間にサンフランシスコで大いに成功したオークション会場を経営する HM ニューホール会社を立ち上げて最初の資産を掴んだ。 事業家ヘンリー・ニューホールにちなんで名付けられたものだった。ニューホールの次の収益源は鉄道だった。サンフランシスコと他の都市をつなぐ鉄道に投資し、サンフランシスコ産のゼ鉄道の社長になった。1870年、ニューホールと、その共同経営者は、サザンパシフィック鉄道に会社を売却し、ニューホール自身はその役員会に入った。ニューホールは鉄道に続いて、 不動産と牧畜に目を転じた。州内で昔スペインやメキシコが発行していた土地特許を多く買い取り、モントレー郡とロサンゼルス郡で総面積は14万3000エーカーになった。その中でも重要な部分は、ロサンゼルス郡北部にある広さ4万6460エーカーのランチョサンフランシスコであり、これを1エーカーあたり2ドルで購入し、ニューホールの主語は、 ニューホール牧場と呼ばれるようになった。この領地内で現在は、ニューホール峠と呼ばれるところを通す、サザンパシフィック鉄道の通行権を認め、サザンパシフィック鉄道に土地の一部も売ったので、この会社は町を建設し、ニューホールと名付けた。この鉄道線に初めてできた駅には、ニューホールの出身地マサチューセッツ州、ソーガスにちなんでその名前をつけた。 ニューホールの死後、その相続人は、ニューホール土地農業会社を設立し、サンタクラリタ市を作り上げている、地域社会の発展を監督した。1876年9月26日、チャールズ・アレクサンダー・メントリーが、メントリービルで、州内初の油性を掘り、カリフォルニア石油産業を起こした。原油は、ニューホールの製油所に運ばれた。そこは、世界でも、 最古の現存する声優書となっている。その少し前にあたる9月5日、チャールズ・クロッカーとリーランド・スタンフォードがキャニオン・カントリーでそれぞれの鉄道を結合し、ロサンゼルスと国内の予想を初めて鉄道で繋いだ。ソーガスのサンフェルナンド道路沿いにあるソーガスカフェは1887年に開店した。ロサンゼルス軍でも 最古の現在でも営業をしているレストランということになっている。20世紀に入ってから間もない頃、ウィリアム・エス・ハート、トム・ミックス、ハリー・ケリー及び若き日のジョン・ウェインなど新四六に乗るような俳優たちと共にサンタクラリタの映画産業が始まった。ハートとケリーはサンタクラリタバレエに自家を作り、どちらも今日では軍公演として運営されている。 1928年3月12日夜、ウィリアム・マルホランドのセント・フランシスダムが崩壊し、カリフォルニア州の歴史の中でも2番目と言われる大災害になった。ベンチュラ近くで洪水が太平洋に達するまでに450人の命が失われたと推計されている。現在のサンタクラリタ市内では、ウェストフィールド、バレンシアタウンセンターモールがあるところが、 石と泥に埋まった。市内の多くの建物が、死体の一時安置所になった。サンタクラリタは、北緯34度25分00秒整形118度30分23秒、北緯34.41667度整形118.50639度、34.41667-118.50639に位置する。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は47.8平方マイルであり、このうち陸地は47.8平方マイル、水域は0.04平方マイルで、水域率は0.04%である。サンタクラリタはサンフェルナンド断層帯に近く、シルマー地震とも呼ばれる1971年サンフェルナンド地震の影響を受けた。 また1994年ノースリッジ地震の影響もあり、多くの商業ビルや住宅が崩壊した。地震の影響は、近くのニューホール峠、バレンシアモール、シックスフラッグマジックマウンテンにも及んだ。マジックマウンテンにあり、歴史ある38階建てスカイタワーは、片新幅6フィートも揺れたが、被害は少なかった。サンタクラリタ近くの山火事サンタクラリタは、 国内でも山火事が多いところとして知られている。最近の例では、2001年のステーブルズ、2002年のカッパーとブーケ、2003年のシミトバーデール、2004年のフットヒル、2007年のバックウィード、ランチ、マジックよび2008年のセイヤーと呼ばれる山火事があった。サンタクラリタは南カリフォルニア内陸部の多くと同様、1年間の 大半を通じて暖かく乾燥しており、雨は大変少なく、夏は暑く乾燥する。寒木で覆われる乾燥した丘陵が特徴であり、晩夏と早秋は火災シーズンと言われることも多い。暑い季節は7月から9月であるが、10月初旬に火死100度に達することも稀ではない。冬は温暖であり、晴れた夜に氷点下まで気温が落ちることがある程度である。 降雨は12月から2月が多い。降雪は2006年3月以降はない。この時には標高約1500フィートあたりに、1日中に我が雪やみぞれが降った。サンタクラリタの住民はその気候を焼きつくような夏、温暖な冬、少しのジュングルームと言っている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 サンタクラリタ市の最近の包括的年間財務報告書によれば市の歳入は一億九千十万ドル歳出は一億四千三百四十万ドル総資産十億六千二百六十万ドル総負債一億四千九百八十万ドル現金と投資額二億二千二百九十万ドルであるカリフォルニア州議会では上院の第十七と第19及び下院の 第38選挙区に属している。連邦議会会員では、カリフォルニア州第25選挙区に属し、クック投票動向指数では、共和党プラス7となっている。2010年時点で、すべて共和党議員が務めている。消防については、ロサンゼルス軍消防部と契約している。市内には8カ所の消防署があるが、 市が成長しているために2012年までにさらに8カ所を増設する計画である。ロサンゼルス軍保安部が市内のサンタクラリタバレエ警察署を運営している。サンタクラリタ市指導層は市政執行以来レクリエーション施設とそのプログラムの提供に優先順位を置いている。市内の子供たちを犯罪やギャングの活動から遠ざけるために 多くの若者向け活動と娯楽が存在している。多くの地区公園を作り、包括的レクリエーションプログラムを維持している、キャニオンカントリーには、子供用プール、ダイビングプール及びオリンピック用スイミングプールのある、水上公園と自転車とスケートの公園がある、レクリエーションセンターがあり、ニューホールとキャニオンカントリーの地域スイミングプール、ニューホール中心街のコミュニティセンターなどがある。 市内最大の公園は、総ガスにあり、セントラルパークと呼ばれている。市内のあらゆるところに散りばめられた17の公園がある。多くの公園には、照明付きテニスコートとバスケットコート、野球場、サッカー場がある。市域内には3000エーカー以上のオープンスペースと、全長32マイルの道路外トレールがある。過去数年間、市は、サマーコンサートを、 共同開催しており、地元事業家との協力で広い範囲の音楽を提供している。これらコンサートは無料で週末にセントラルパークで開かれている。市は一年中様々な場所で有料無料の授業やプログラムを広い分野で提供している。これらのプログラムは市内の住人すべてに郵便で配布される機関誌、シーズンズに掲載されている。 毎年11月にサンタクラリタマラソンが開催されている。このマラソンの第1回は1995年であり、ボストンマラソンの資格付けレースになっている。アンジェンのツアーオブカリフォルニアでは2007年のステージ6の最後に2008年ではステージ6の最後と最終ステージであるステージ7の開始場所に選ばれた。サンタクラリタには TPC バレンシア、バレンシアカントリークラブ、およびビスタバレンシアなど、いくつかの公営ミニエのゴルフコースがある。また、アイスステーションバレンシアと呼ばれる、公営アイススケートリンクもある。プリンセスクルーズの本社サンタクラリタの包括的、年間財務報告書2008年版によれば、市内の大きな雇用種トップ10は、以下の通りである。2007年7月1日、 サンタクラリタ市内で事業を始める者に優遇税制を適用するため、市北部と支部の工業と商業地帯が連邦認定の事業地帯に仕分けられた。さらに倉庫やオフィスのスペースも作られた。現在、サンタクラリタ事業地帯は市内の商業、事業及び工業用地の97%を占めている。この地帯指定により、 地元企業は雇用と売上を申告し税額控除を受けることができる。新しく指定された事業地帯はトルーポジションテクノロジーズソルトクリークグリル、condomman.com よびトリッグラボラトリーズのようないくつかの大企業にとっても運営基盤になっている。サンタクラリタでは K ホブナニアンホームズやレンナーなど様々な住宅会社により 新築住宅が著しく増加している。サンタクラリタ市と周辺地域はいくつかの地元メディアを利用できる。主要日刊誌である雑誌グナルは1919 19年に発刊され、ウィークデーの発行部数1454、日曜版の発行部数12050を誇っている。この新聞は、 地元のニュース、スポーツ、娯楽及び行事に関する記事を、ほぼ排他的に取り上げており、ジョージア州サバンナのモリスマルティメディア社が所有している。クリークサイド道路にあるその新聞社は、ニュースルーム、編集所、IT とウェブの制作施設、及び印刷所として機能している。他にロサンゼルスニュースペーパーグループ参加の、デイリーニュースも購読できる。このグループは、 デンバーのメディアニュース社が所有している。サンフェルナンドバレーとロサンゼルスのニュース、スポーツ、娯楽に特化しているが、定期的にサンタクラリタの記事を載せている。サンタクラリタバレーでの購読数は不明であるが、そのウェブサイトによれば、ロサンゼルス大都市圏で15万7000部が読まれている。サンタクラリタバレーでは、KHTS という一つのラジオ放送局が、 独占的に放送している。この商業ラジオ局は長い間、住人かつ、東木のカールとジェリーコールセラッティのゴールドマン兄弟によって運営され、キャニオンカントリーにあるスタジオから放送している。内容は、地元のニュース、交通、天候、スポーツ、音楽及びトークショーである。この放送局の送信機とアンテナは、 ソウルダッドキャニオン道路とサンドキャニオン道路の間にあるシエラハイウェイ沿いにある。このツボネは2003年10月に開局した。KHTS の前は1999年までクベットであり、この時ゴールドマン兄弟がクリアチャンネルコミュニケーションズにツボネを売却したものだったが2003年に買い戻した。KHTS 以外に サンタクラリタ市とその周辺地域は、間接的に、ロサンゼルスメディア市場の多くの FM と AM の、ラジオ局を聴取できるが、周りを丘に取り囲まれているために聞き取りにくいと、苦情を言うものが多い。サンタクラリタ向け地元プログラムは、すべて単一の公営テレビ局が放送している。これは免税の非営利企業、SCVTV が運営している。この放送プログラムは、 タイムワーナーケーブルや AT&T のユーバース顧客にはそれぞれのチャンネルで流されている。内容は公共、教育及び地方政府のプログラムであり、市政委員会や企画委員会の会合、歴史省、高校とカレッジのニュース、トークショー、フットボール試合など地元中心で構成されている。サンタクラリタバレエには商業テレビ局がない。 ロサンゼルス市にあるテレビ局のデジタル信号は、ディレクティービーやディッシュネットワークのケーブルテレビで視聴できる。20世紀の初めの10年間から現在に至るまで、サンタクラリタバレーは映画、テレビのショーを呼び、コマーシャル映像を制作するもの,のお気に入りの場所であり続けている。1922年に最初の高級的撮影所が設けられる以前であっても、 ここの地形は西部に典型的な舞台として利用しやすかった。1910年代から1930年代の永久西部劇が1940年代から1950年代にかけての B 級に追われる間、プレースリタキャニオンにあるジーン・オートリーのメロディランチモーションピクチャースタジオ、また後にはゴールデン・オークランチにあるウォルト・ディズニーのスタジオがその役割を果たし続けた。 ここは長い間、他の場所を模倣する立場にあったが、たまにサンタクラリタバレーそのものを舞台にするものもあった。例えばオーシャンズ13のオープニングでは、ブラッド・ピットとその仲間が、バレンシアのトイザラスで泥棒を働こうとした。サンタクラリタは、ハリウッドに近いことで、多くのテレビ番組や映画の撮影場所になってきた。サンタクラリタバレーで撮影された。 テレビ番組詳細サンタクラリタバレーで撮影された映画詳細サンタクラリタバレーで撮影されたその他の製品高速道路サンタクラリタ市西側には週刊高速道路5号線が通っている市の東側は修道14号線がある修道126号線は週刊高速道路5号線から分かれフィルモアとサンタポーラを経て西のベンチュラに向かう バスサンタクラリタ市交通局がサンタクラリタバレーナイト、サンフェルナンドバレーのノースハリウッド向けに、広範なバス便を運行している。市と契約した、メガボルトトランスポーテーション社が運営している。ウィークデーでは、バーバンク、ロサンゼルス中心街、ノースハリウッド、ワーナーセンター、バンニュイス、センチュリーシティ及びランカスターへの往復便がある。やはり、 ウィークデーで学校があるときは、サンタクラリタバレー内の様々な学校を回るように、工夫されたルートと時刻表で、補助的なバス便を運行している。高齢者や障害者には、ダイヤルアライド便を運行している。午後6時以降は、一般の利用も可能である。このサービスでは、市内のどこでも乗降ができ、未編入地域でも固定された路線のバス停から半径4分の3マイル。 以内であれば乗降できる。鉄道メトロリンクがランカスターからロサンゼルス中心街のユニオン駅までのアンテロオップバレー線で通勤列車を運行している。ユニオン駅からは南カリフォルニアや国内の様々な目的地に行く列車に接続できる。市内にはキャニオンカントリーにビアプリンセサ駅、市中央にありバレンシアやソーガスからも利用できるサンタクラリタ駅。 ニューホールのニューホール駅の3駅がある。これらの駅にはすべて大きな駐車場があり、パークライドが可能である。メトロリンクは毎日運行しているが、土曜と日曜は減便している。自転車と歩行しないには縦横に自転車道や歩道がある。自転車はキャニオンカントリーにある東端から自動車道とは別の舗装路で、 サンタクラリタ川トレールのあるバレンシアまで通じている自転車道がある。サンタクラリタ川トレールはサンタクラリタ川とソウルザッドキャニオン道路と密に並行している。このルートには地区、メトロリンク及び商業地区に行くための多くの分岐点がある。バレンシアに入ると自転車道ネットワークとつなぐパセオと呼ばれる歩道橋がいくつかある。パセオは自転車や歩行者を 自動車道から分離して安全を確保している。バレンシアの地区はこの全体的なネットワークにつながる。豊富な歩道や自転車道が計画されている。全米国際姉妹都市協会加盟都市。日本人として初めて就任した全米国際姉妹都市協会理事の小山田誠は同志在住。ありがとうございます。